るな。妻にはパル助けてなんて言ってなかったよ。言ってたよ、アムビン。え、見せよっか。じゃあ全然見せれるよ、これ見せよっか。うん、ね、これツバニのやつなんだけどこれ来てるよ、アマビン見て。マジマジ、これ見て、アマビン、ほら、助けてって助けてって来てる。うん、そう、2時29分、この右ちとわせいちゃんが来た時ね、これ。ああ、今妻には言ってないね。そう、さっきまで言ってたのね。そう、さっき見てたし分かんないね。アマビン、サイの人ボイチュ使ってるなら、使ってるな、声おかしい。そうだよ、うん、だみんなね、試行錯誤でアイテム欲しいんだよ。俺も欲しいんでください、お願いします。あのゼロワンハウス来たけど結構ね、1万円ぐらい吹っ飛んじゃったから、1万5000円ぐらい投げてください。密談の割に飛ばないよな、パル。そう、飛ばない。いや、まあ無料でもらってるからね。まあ正直言ってゼロリスが多いからね。いや、うん、パルリスの方が多いよ。いや、ゼロリスの方が多い、これは。パルのは囲いだらけじゃん。ファンチが多いんで、ゼロマンはね。ありがとう、うん、貯金4000万あるのに。それゼロワンね。ない貯金4000万。やめてこれ怒ってる。ありがとう、思ってばる。無理、ありがとうね、村人、ありがとうございます。なんでそんな貯めてんの。いや、ゼロワンすごいよ。だって16から働いてるからね。で、今33でしょ。だ17年間、ゼロワンってね、実は自分ではケチなんだよ。あの、後輩に対してはもう本当に使う男なんだよ、これ。だからケチではないんだけど、自分に対してはなんか厳しいんだよ。だホテルで泊まるときも AK サウナっていう安いね、雑魚寝ができる1800円のホテルで泊まったりとか。そう。女の子とかそういう後輩とかにはもう本当に金払いっていうか、その金払いがいい男なんだよ。ケチじゃないんだよ、ただ自分にケチなんだよ、ね、そこら辺がもう兄貴だよね。そう、村人ありがとう。あ、ありがとうございます。じゃあ助かります、人狼1個ありがとうございます。匿名さん、これ名前見るかな。あ、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。あー、ゆうさんありがとう。二人のコラボ好き。まあ、寝てるけどね、ゼロワン。ほぼ布団で疲れてるね、疲れてる。ゼロワン出してる方が大きい。え、でも俺多分ね、正直クルちゃん、え、俺、まあ正直言うけど、俺クルちゃんよりね、ゼロワンにいろいろよくしてもらっている感じがするけどね。っていうより俺、うん、ゼロワンね、頑張ってほしい、名古屋で。イケちゃん何なの、なんで LINE 無視するの。え、イケちゃんいるの今。あ、いたわ、来た、これ来た。何、イケちゃんねは。あ、そうだ、ゼロワンに対してイケちゃんがなんか着信のなんか電話をしてるんだよ。どうしたの、イケちゃん。で、ゼロワンどうしたんですかって返してるんだけど、どうしたのって。どうしました、まあ、初絡みなんだけど、イケちゃんとはね。どうしました、なんかゼロワン自身もなんだろうっていう。3件ぐらいの不在着信が来てて、はい、
今ね、ちょうどイケちゃんっていうのはゼロワンと同じグループの、まあその、まあその同じグループの人なんだけどさ、うん、バウバウ？もうこれ言ってやれよ、もうトンチンカンなこと言ってるから。だからイケちゃんさんはね、もう不在着信3件入れてるからちゃんと言った方がいいですよ、それは。バウバウとかね、正直言ってよくわかんないんでね、それはどうしたのかなっていうね。バウバウっていうのはバウバウみたいな、ね、よくわかんない返しなんで、はい、ゆきちゃんさんね、バウバウって、はい、ほらもう言いたくなるでしょ、俺がピヨピヨ、あおりたくなるのわかるでしょ。うん、だから池ちゃんさんはどうしたいの、まさしく、いや本当に。だからゼロワンに電話して着信不在着信3件入ってるんで、でゼロワンもどうしたのって返してるんで、何か返してあげてください、 LINE で、まさしく、はい、何も連絡なしで、パリピーパリピーパリピー、薬やってんのかな、わかんないけど、うん、コメントがおかしいよ、せい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 、ねえ、どういうことこれ。まあ目立ちたいんかな、そういう風に見えちゃうな、そう、これ目立ちたいんかな、全然俺知らないんだけど、イケちゃんってね、そう、どういうことなんだろうね、目立ちたい感じなんかな。まあゼロワンに対して何か言いたいことがあったら電話した方がいいんじゃないですかっていうね、僕は大人の対応してるんですよ。まあイケちゃんは多分年下だと思うんですけど、このさゆきっていう人プロフィール見て、さゆきさん顔が思想出てるわ。え、思想、うん、さゆきさんのこれも近く死ぬぞ出てる、わかるもん、俺さゆきは死ぬよ。 なんでさゆきさんを、いや顔な、思想出てない、なんか、いやすぐそうだね、ちょっともう、まあでも可愛いけどね、普通にさゆきさんは。そうゼロはね、本当に思ったことをすぐ言うんだよね、ちょっと目についたらパッて言っちゃう。だから本当にゼロワンはあのよくあるんだけど、発達障害ってすぐ言っちゃうんだよ、パッて。あるんじゃないかな、わかんないけど。ゼロワンって障害ある？ん？障害あるかもしれない、わかんない、調べたことない。うん、パッて言っちゃうからね、いいね、ありがとう、ドンチキ、そう言っちゃうからね、ミサもありがとうね。だからあのプラスマイナスの岩橋っていう人がいるんだよ、お笑い芸人で。やっちゃいけないことをやっちゃう、それはあの障害らしいんだけど、ゼロワンもそれをやっちゃうから、言葉で、まあちょ軽度なやつがあるかもしれない。10回ありがとう、ドンチキー、言うね、いつもありがとうね、本当にイベントの時ね、マジで大好き、も全然会ってくんないけどね、うちのゼロワンすぐ行っちゃうから、そう、すぐ煽っちゃう。人の嫌なことを平気で言うってグレーゾーンの子いるね。そう、さゆきさんがもうコメントなくなっちゃったよ、ゼロワン。さゆきさんの、あ、書いてるわ。パルパル好きで、ありがとうさゆき、嬉しい。あ、OKK さんも来てくれた。OKK さんはエルマルちゃんの時の時代に応援してくれてた人だね。ありがとうね、また来てくれて。パル嫌い、よく言われる、でもまああれだよ、まあ、ゼロワンって、まあ、口悪いけどリアルだよって本当に優しいからね。まあ正直目の前で、まあ、変なことすると、おや何やってんのブスって言っちゃうけど、でも内心は優しいからね、ゼロワン、俺は見ててももう優しいって。アミバもありがとう、ありがとうす。あ、人狼、はい、人狼来たい、アミバちゃん、人狼ありがとう、ユニちゃんありがとう、ドンチキ、ドンチキ、ありがとう。
アミママありがとうね。わ、すごいありがとうございます。プラスマイナスの岩橋だっけな、いるんだよ。そんなゼロワンは韓国人の DNA が強いんでしょ。わかんない。ゼロワン何ハーフなの。じいちゃんはね。ああ、じゃあほぼちっちゃいじゃん。あれの15個、人狼15個、まあ血は関係ないけどね、やっぱりある。うん、金梅暴れてるから助けて。あ、そうなの。ゼロン嬉しがってたよ、金梅さんにね、この椅子でこうやって移動する配信見てすごく面白いっていう風に言われて、ゼロンはめちゃくちゃ喜んでた。やっぱ金梅さんのこと好きなんだなって思ったね。一応血入ってんだ。でも日本国籍には関係なくね。だからなんかね、日本人あるあるなんだけど、純血とか言うじゃん。あれも差別だからね。海外で禁句だからね、そういう言い方は。あれはどんちき A、B、C とかそういう会話しちゃいけないんだよ。うん、マジ人類ありがとう、どんちきありがとう。これから何するの。これからは明日みやびくん会いに行く。で、俺行っていいのかな、みやびくん。喜ぶかな、うん、じゃあ行こうかな、明日。いいなら、まあ、嫌がらないかちょっと心配だけど。そう、ハーフなんてもう普通なのに、俺の親戚も外国人と結婚した。あ、そう。ジンラありがとう、アムビン。トリチンもありがとう。ありがとうね、アムビンね。韓国、いや、うん、まあ、あのクォーターだよ。まあ言わないけど、そう、クォーター。普通に自白で言ってるけどね、自分がどういう血が入ってるのか。彼のクォーターなの。俺違う、親父とおふくろ日本人。エルマルちゃんね、ああクォーターね。うん、これローランドブロックした方がいいよ。誰ローランって。大して炎上もしてないのに、うん、ああそういうことか。別の誘導しようとしてるから。ああ。このバカ。今日釣られたんだよ。あ、そうなの？うん、こいつに。うん。いろいろ入れといた。チュッカレアだ、ドンチキ。え、なんか中国と韓国じゃなかったっけな。確か。あやと人狼ドンチキ、ありがとう。人狼ありがとう、ドンチキありがとう。ユーネさん、アムビンさん、ドンチキありがとう。あやと人狼ありがとうございます。ゼロンやろっか、放送。